山口敏太郎です。徳島の新名物、遍路そばを年越しそばとして食べます。本当の大晦日に食べるものが年越しそばなんですが、緊急検証の生放送がファミリー劇場、スカパーとかで見れるファミリー劇場になりますので、今日年越しそばを食べています。本来なら明日のが正しいんですけども、これが、横でうちのワンコたちも食べてるんですが、遍路そばです。結構深みのある味で、四国のなんかこう風土が入ってる感じがして、僕は転勤族だったんですが、四国で最も長く暮らしまして、非常に思い入れがあります。やっぱ美味しいですね。この遍路そばというアイデアが面白いですね。これイスラム教徒の人でも食べれるように、ちゃんとクリアしてる基準を、商品基準をクリアしてるみたいですね。おすすめです。